こんにちは、スタイリングカウンセラーの沢木優子です。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか？私はやっと今日ユニクロのゴールデンウィークセールに行ってきました。購入品をご紹介したいと思います。よろしかったら最後までご覧ください。まずはこちらです。今タンクトップが2枚で3990円っていうの出てますよね。いろんなタイプが出ています。でも私は自分のこのちょっと扁平な感じの上半身を隠すためにこんな感じ、このネックの部分があんまり開いていないタイプですね。これの白と黒を買ってきました。こちらはアメリカンスリーブブラタンクトップ00のホワイト、そしてブラックですね。 S サイズ、まあ単品で買うと2290円なので2枚買ったら4600円ぐらいのものが3990円です。これね、 S と M を着てみました。でもやっぱりこの辺が割と平らなので私は S サイズっていうねサイズ感でした。でもこのサイズなんですが、皆さん普通サイズぐらい着るのおすすめです。そしてね、フィット感とかそのお洋服にはベストサイズっていうものがあるので、それをねやっぱりちゃんと試着していただけたら嬉しいなと思います。で、このブラタンクトップはどんな時に着るかと言いますと、私はやっぱりスポーツクラブとかヨガの時にね着るんじゃないかなと思って、だからあんまりねゆとりがない方がいいなと思って、このねカップのサイズで割と測るのがいいかなと思います。丈感とか身幅とかはさほど変わりないんですね。カップサイズっていうことなんです。これちょっと後で試着してちゃんとお見せしますね。黒と白を買ってきました。他にもねいろんなタイプがあるので、皆さんの、まあ、用途に応じてねいろいろタンクトップ着られる方はですよ、私はもう夏はタンクトップ着ちゃうので日焼けとかね結構気になるんですが気にしないで着ちゃいます。はい、こちら今お値段下がっているものを購入してきました。そして今日から4日間期間限定ユニクロ C のサンダルですね。これプラットフォームサンダル01のオフホワイト、こちらに、私は M の24センチっていうやつですね。これが通常は3990円、まあ要するに4000円ですよ。だけど1000円引きの2990円になってました。これもね出たばっかりの時に欲しくって試着したんですね。試着したら24っていうサイズのサンダルで、右は24ぴったりなんだけど左が24センチ大きかったんですね。だからちょっとと思って、あと割とねこのソールがしっかり高いので厚底じゃないですか、重みも結構あります。でも履いた感じのフィット感はいいんですね。ちゃんとここ気にしてあって、結構ここが分厚いソールになっているので、まあ履いた感じは良かったんです。ただこれレビューが結構低いんですよね。朝もそのレビューをねお読みしたんですが、っていうのはここの要するにクロスされてるんですね。中がクロスされてるからここの部分が当たって痛いっていう方が多かったです。私ももう一回履いてみました。で確かに靴下を履いていると全く大丈夫です。でもねここ結構気にしてねふわふわって作ってあるんですけどね、これでもねすぐには分かんないです。やっぱり結構ちょっと30分ぐらいは歩いてみないと分かんないので、もし私あんまりね甲は高くないんです、幅は広いけど、だから甲が高い方は当たるんじゃないかなと思うんですけど、あとね擦れちゃう、なので自分のサイズに合わせるんだったらここの部分に何か貼ればいいんじゃないかなっていうふうに思いました。例えば絆創膏ってこう怪我したところに貼るじゃないですか、貼るんですが、まあ、テープとか絆創膏とかね先にこっち側に貼っちゃっておけば多少軽減するんじゃないかなと思いましたが、これはまだ履いてしっかり自分がね、何分とか1時間とか履いてないので何とも言えません。ただレビューにはそういうふうに書いてあったのでお気をつけて購入してください。ご自分の足のね、形とかもあると思います。合わない靴は頭とか痛くなっちゃいますからね。はい、要注意ですが、まあ、私もまた履いた感じを
30分1時間履いた感じをね、また、書きたいと思います。そして最後はこちらです。 JW アンダーソンの、まあ、ちょっと前に発売になった T シャツ、これ自分の動画でも話してるんですが、 JW アンダーソンの解説をした時に買おうって言っていたやつですね。今回アートがテーマなので、この T シャツ白地にもう予定通り、はい、このタイプを買いました。サイズは私は S サイズです。これ男女兼用なのでね、01のオフホワイトというね、コットン 100% なんですね。そして、1990円、これは全然セールにはなっていない1990円。でもね、1990円安いと思うんですよね。コットン 100% で、結構ねこのコットンがしっかりしてる厚手なんです。うん、結構厚いコットンですよね。でコットン 100% っていうのがやっぱりなんか好きだなと思って、化学繊維混じってるより私はコットン100とか麻100とか好きなんですね。はい、天然素材っていうね素材感です。これもねすごく可愛かったです。試着しました。はい、この、まあ、今回、3アイテム、まあ、トップスはね、タンクトップは2枚で3990円なので2枚白黒買って、そしてこの JW アンダーソンの T シャツとユニクロ C のサンダルを、プラットフォームサンダルを買いました。それではちょっと着てきたいと思います。さあ、こちらが JW アンダーソンの T シャツ S サイズです。1990円、はい、グラフィック T シャツですね。01のオフホワイト、コットン 100%、 チェストが80から88センチ。どうですか？可愛くないですか？普通に1990円だったら安いなと思いませんか？私身長161センチ、体重45キロぐらいで、まああんまり3サイズ3サイズも言うのかな、ちょっと恥ずかしいな、まあ、ウエストがね60センチぐらいですね、58から60センチぐらい、バストが80ぐらい、ヒップが83ぐらいな感じで、 S サイズバッチリ。これ地圧なんですよね、本当にすごく地圧で、白でも全然透け感ないですよね。はい、こちらの T シャツは、3色展開で赤とブルーと白ですね。でこのペインティングはあんまり変わらない、まあ、色は多少変わりますが、私はすっきりと白を買いました。結構ねどんなものとでも合うんじゃないかなと思います。いい感じ。さあ、そしてこれがアメリカンスリーブブラタンクトップ09のブラックです。 97% のコットン、 3% のポリウレタン、サイズが S サイズ、バストが77から83、まあね、1枚で買うと2290円、が2枚で3990円。ここのアームもね結構しっかり、そんなに開いてないですよね。でここですよ、このねアメリカンスリーブっていうね、このアメリカンスリーブ、ちょっとこうくくりがねあるんですよね。まあ、肩が結構広いんですが、バストラインがあまり大きくなくって肩幅がある、私が着てこんな感じ、ぴったりですよね。 S サイズだと結構ぴったりな感じです。これはね夏1枚で 着てもこうなんかこう全然ここにお肉がはみ出さない感じなので、背中こんな感じですね。スポーツクラブにも着ていけるし、普通のタウンにも着ていけるし、いいんじゃないかなと思います。黒はこんな感じですね。じゃあ白も着てみますね。色結構黒いんですが私、はい。さあ、アメリカンスリーブの白はこんな感じですね。これねちょっと今感じたんですが、ここからここにねブラがついているので、ここからちょっとねこうやって見ると透け感があるかもしれないね、ちょっと透け感があるかもしれないですね。こっからはっきり分かりますよね、今の光の加減で。まあそれにしても色が黒いわ私、はい。でもちょっとこう白だと光沢感があったりしてね、綺麗ですよね。夏の白はやっぱり綺麗なんじゃないかなと思います。
そんなに薄くはないです。結構ね地厚な感じなんですが、ここにね少し、はい、ラインが白は入ってしまいますね。まあでも気にしないこの上にジャケット羽織ったり、まあ1枚でも着たりしますけど、スポーツクラブで結構エクササイズしたり、ダンスのワークアウトしたり、もちろんねヨガもいいかなと思います。夏の白のタンクトップはいいですよね。爽やかな感じです。デニムとももちろん合いますしね、いろんなものと合わせたいなと思います。他にもボーダーもねありました。ボーダーもあったし、いろんな色がありました。いろんな色はこんな色、この辺に出したいと思います。色カラフルですよね。いろんなタイプの色があったので、ご自分の好きな感じで合わせていただければいいんじゃないかなと思います。あとやっぱりカップがついてるのは楽ですよね。あのこう2枚ねブラをして、その上にタンクトップ着るより、これはカップがついている方が夏は断然楽ちんなんじゃないかなと思います。私は黒と白を買いましたが、本当にいろんな色があるし、ボーダーもあったのでね、お役立ちではないでしょうか。これから、はい、重宝すると思います。2枚で3990円です。さあ、そしてこれがねプラットフォームサンダルです。ユニクロ C のプラットフォームサンダル、今のところ全然この私は甲に当たるっていう感じが全然大丈夫ですね。01のオフホワイト、これ、合皮ですね。 100% のポリエステルと合皮でできている、24センチ、3990円が2990円です。わかりやすいようにユニクロのセオリーとねコラボのワンピースを着てきました。これね私は履きやすいですね。結構足の甲は私は大丈夫じゃないかなと思います。まあ、そんなレビューが多かったんですが、白と黒のね結構コントラストになっているので、モノトーンコーデでもいいですし、白だったら他のものとも合わせやすいですよね。ということで、ユニクロのゴールデンウィークセール品を慌ててアップしました。皆さんの参考になればいいなと思って、クオリティはあまり高くない動画ですが慌ててアップしました。こういう風にお安くなっている時に買われるのがいいんじゃないかなと思います。私はどっちかっていうとインラインのものは値段が下がってから買います。でコラボ商品は、あ、これはちょっと新しいのすぐ着たいなと思ったらコラボした当日とか1週間以内に買ったりするんですが、インラインのは、あ、これいいなと思っても値段が下がるまで待ったりしています。選ぶ力と使う知恵で着るを楽しみ自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているスタイリングカウンセラーの沢木がお届けしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。